ぱいいね、日本は、ね、帰ってきてさ、オーストラリアから帰ってきたばっかりでさ、美味しいもの食べられるでしょ、この魚ね、みんなね、ローで日本人は食べるものだと思う。本当こんなのね、濃くしないとね、食べられない。はいの？おかしいんじゃないの？おかしいんだからちょっと、ちょっとおかしい。そっちが何だから次はね、あそこね、みんなね、レストランに入る前はね、靴脱ぐの、ね、すっごい。どうして？だってそれが日本人のあのね、うん、常識だと思って。うっさいなのね。考えられない。アンビリバボーで、向こうでね、あの靴最初脱がされた。もう靴脱ぎなさい。あ、そう、うん、でさ、で畳の上に座らされてさ、箸使うの。これじゃないの？あんまり箸これじゃないの？あ、箸、うん、どうやってこれ、みんな使ってるの。これ、うん、こう、ちょっと早くな、こうなの？そうそう、みんなこういう風に、うん、これだとこれ何にも食べられないじゃない、ほらほらほら。でもね、シェフがね、みんなね、こんな油こんなやってさ、ペペペンプロンとかやるからさ、油がこんなかかるの。やめてよ。油こう汚いの。でさ、それなんていうか知ってる？知らない。鉄板焼きって寿司だ。これさ、天ぷら。嘘でしょ。あともう一つ言わなきゃ。何があるの？焼き鳥なんです。焼き鳥は、だからね、あ、私オーストラリア人がね、うん、食べて、うん、その後ね、うん、ね、知ってる？あの、知ってる？あの、バリマナロ。カタカナラサタナナ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